さて、これより記念公演へと移らせていただきます。まず最初のご講演を、朝島誠、東京大学名誉教授にお願いします。朝、え、嶋、ー、先生は、発生生物学の分野で著名な研究者として知られていらっしゃるんですが、1993年から13年間にわたりまして、駒場で教壇に立ってこられました。その間、教養学部で学部長を務められ、 その後も東京大学副学長などの要職を歴任、現在は帝京大学の学術顧問特任教授でいらっしゃいます。また過去数年来、東大駒場友の会の会長として、駒場キャンパスの教育研究活動の発展と福利厚生の向上のために多大なるご支援をいただきました。朝嶋先生からは、駒場に期待すること、 教養地と環境というタイトルでご講演をいただきます。それではさ島先生どうぞよろしくお願いいたします。どうもこんにちは。<laughs> た,ただいまあのご紹介いただきましたさ島です,です。今日はですねあの小間の,の創立70周年に返ってですねこの小間に期待することと教養地とまあ環境ということで話をしたいと思ってます。 で今日はですね三つのことについて話をしたいと思います。一つはですね東京大学の沿岸と駒場キャンパスということで変遷と変化。これは実はあの先ほど五の神総長がですね述べてくださったことを重なりますけれども、そのようにご了承ください。その次はですね教養学部で引き継がれているものつまり大学改革と教養教育とレベルアーツの復権ということについて話をしたいと思います。三番目は教養地と世界ということで大きく変化する世界と科学技術の中で。 の共有のあり方と、の一つ考察をしてみたいと思っています。この三つについて話をしたいと思います。で、まず最初ですね。東京大学の沿岸、遠隔ですね、遠隔とその、えっ、ー、と、駒場キャンパスですね。時代の変の中での、その大学の役割ということについて、少し話をしてみたいと思っています。で、東京大学の、は一体どういうものであったかというと、少しですね。あの、図式を示しながら、示してみたいと思います。 これはです、ね、大きく分けて2つありますこの先ほど五郎上総長も述べられましたように終戦というのは一つ大きなところでありましてこの戦前というものと戦後というところが分けられていきます。でそうした時に一つはですねここでもう一つ戦前はもう一つここで分けられます。つまり明治維新です。でつまり江戸時代から明治になる時の大きな時に変身ってきます。 で明治政府はですね、この江戸時代のものを一つにまとめます、つまり一つは改正とかあの改正校といかね、医学校とかですね、そういうものにまとめていくんです、そしてそのようなものをまとめたものが発展していて、先ほど総長が述べました、1877年、東京大学になります、これが東京大学の創立です、つまり法理文の意義が一緒になっていく。 そしてその後、東京帝国大学になっていくでもう一つその駒場のことを考えるときに重要なことはその駒場の地というのはどうだった一つはですねここに駒場農学校ってあります。これがもともとあったんです駒場の地。そして第一高等学校いわゆる一校ですね。一校はですねもともとは本郷の弥生のところにありまして奥郷学校にあったんですね。それが この第一高等学校と農学部がですねこれ交換するんですそれが1935年でありまして農地交換がです。そして本郷から小間場に来るという大きな転換期を見ますでそのことによってこの小間場のですね大きな流れは第一高校学校からこの新請になったときに東京大学に行ったときに教養枠が創設されますそして 大学はその二千四年に法人化になって色なみで変化していくわけであります。現在その教あこばにいすね教養学の下にですね総合研究科大学にそのスリカ研究科というようなものがあるわけであります。そうしてみたときに東京大学のもとはですね天文江戸時代の天文型で三百三十五年そして東京大学の前身はここに持ってくるならば百五十一年 で総長は言われた東京大学の創立は142年というのはここに置いたわけでありますそしてここにですねあの戦後のです、ね、東京大学ができますで東京大学の駒場キャンパスというのはですねこの一校の流れを組んでいますでそうした時に一校の流れを組んでるんだけどももともとあったということでは農学校がありますので139年第一高等学校の駒場ス,スピーット駒の 教養のことでありますけどリベラルアーツですけどこれは133年となりますそして教養学は今日ですね70周年を迎えたということになりますでそうしてみた時にですね東京大学というのはですね明治維新にその1 8 6 8年ですね改正国と医学校などが源流としまして1877年にならない東京大学になりまして終戦を得てであの移行期がありますけども この間ですで戦後はですね1947年に東京大学になりまして1949年に東京大学の新生になりまして教養学校でき今日になっていますちょうど70年ですねで,ですから戦前の70年と戦後の70年そして総長がその3.0東京大学3.0つまり今後の70年ということでここに大きな 我々の役目もあるわけでありますで、戦後からですね駒場キャンパスの変容を見ていただきますえっ、ー、と戦後の荒れ地からですね復活と現在でありますで、これはですね終戦直後1945年の頃でありましてこれが航空写真でありますそうすると今いる駒場キャンパスそしてここにですね こちらにあるのはですね東京帝国大学航空研究所昔の航空研ですけども今のですね小松キャンパスといわれる整形や先端軌があるところであります。でちょうど間にあるのがその前田工程の講釈の土地であります。でそうしてみるとこの小ヶキャンパスで見た時に戦後ですね残っているのはですね一区の本館ですねあるいは今日皆さん方が一緒にですねえとこの 九百万教室あるいは博物館というふうにしています大室とには駒場寮がちゃんと残っていますこういうのが戦後直後でありまして荒れ市の中であったけどもこういうふうなところありますそして1950年ぐらいになりますとそのここに寮はまだ残ってるんですけどもようやくですね本館のそこに二号館が立ち始めてですねつまり 新しい駒場の復興がだんだんと起こっているわけでありますそしてまあほとんど現在の駒場でありますそうしますとこの一号館本館を中心としながらこの辺が教育ゾーンでありますそして周りを取り囲むようにして研究ゾーンがあります大きく変わったのはこの辺もありますこれはすり角研究ですねでここにありまして この辺が昔駒場寮があったところでありましてそこには学生の福利厚生施設が変わったというふうにしてもう一つねキャンパスとして非常に特徴的なのは緑が非常に多いというんですこれは大学としてはですね非常に重要なことでありまして駒場には環境委員会というのがありましてその樹木に対してものすごいそのえっといわゆる意味で 関心をもっておいて教養学自身がこういう緑の保全ということに努めているために、まあ、こういうのとこも残っているところがあります。で次に教養学で引き継がれているもの、まあ「御子知事」と書いてありますけれども大学改革と教養教育でありましてリベラルアートのこれから復元というものがどうしても必要であるとそのことは一体どういうことを意味するかということでもあります。で第一高等学校。 の,そのことについてです、ね、山本武先生は第一高等学校で教えたことは一高生の父の性格とはです、ね、西洋実習自称その科学の影響を受けたです、ね、学問の世界でありましていわゆるエリート教育だったつまり国を引っ張っていくようなそういう教育をちゃんとしたしかもこれはです、ね、現象を通して読むというあの通して、ね、理解するということが求められたわけであります。一方ですねこの 安倍義重先生これはあのこの方は安倍義重先生はですね第一高等学校の最後の校長先生です。で安倍義重先生が言ったことを鵜澤博道先生が書いてるわけであります。でその時に鵜澤先生はですね一校の最後の生徒です入学したと。でその時どういうこと言った一校はリベラルアートの仮りであると。いうのは 専門とらわれないで人類が残してきた遺産学問であり芸術であり科学でありをひたすら吸収して一人一人の生徒が人間的な成長を図りそこに同時にですねそのものを大切に次の世代に伝えていくのかこれが重要なんということです。実はこの言葉これはですね安倍義介先生が駒場を守ったところなんです。で この小このキャンパスにです、ね、占領軍が入ってたんですね占領軍が入ってここに、まあ、占領地を置こうとしたんですねその時にその時の校長先生だった石川の先生が「いやここはレベルアラートやってんの」と生徒を育てるためということを言ってですねそしてその時の向こうに響いたことはレベルアラートというのはここだと。 言ったんですねで宇沢先生はそのことについて「阿部校長先生はリベラルアーツということをきっと言ったと」とそしたら向こうの責任者が「リベラルアーツか分かったと」と「ここは踏み込まない」と言ったそうです。それはあの宇沢先生の文章に書いてありますつまりそこにはですね宇沢先生が2つのこと言ってですね 一校とはそういういリベラルアートの精神を大事にすると同時にそれを言った相手はですねリベラルアートでやるならばここは非常に重要な場所であるとだから残すべきであると理解できたということですつまりその占領軍の上の方の方はリベラルアートこそが学問だということを理解したと書いてありますでそして占領が戦争が終わってですね2年後の えっと教養学部ができてですね2年後ですね1951年に教養学部法というのは創刊されますでこの創刊号は意味するとこは私は3つあるかなと思っています一つは初代学部長だった柳谷忠夫先生は教養学部についてそれは新旧単留の場所であったし精神だともう一つは新生大学という東京大学の使命 この使命という言葉を使ってですね生きるか死ぬかは東京大学が生きるか死ぬかは教養学部だと教養学部は非常に重要だということをここではっきりと書いてありますこれ赤線書いてあるそこですでもう一つはですね南原茂総長ですけどもじゃあ教養学部って何を求めたか教養学部の教養の目指すところは深い理解と判断力を持った人間を醸成するとこういうふうに書いてますで、 あの、が、総長と学部長、このように、さ、最初に述べたんですね。で、もう一つここで重要なことは。教養学部を新設したことであります。教養学部の新設ですね。教養学部内に。前期二年とですね、のみならず。二年生が来たときに。教養学部の名付けた後期年を設けですね。名実ともに、他学部に並行した一学部にしたんです。です、これは非常に重要なことでありまして。東京大学が。 教養学,学部を持ったということ。これはものすごい後で影響するわけです。先見性があったんですね。一つの学部にしてしまったということです。これがその後ですね。大学がいろいろその日本では変革してきます。で、その教養教育とか一般教育がなくなってきます。ところが、教養学部が残ったのは。こういうふうにして、その教養学部を新設しながら。一学部にしたということも大きいと思っております。 そして初代教育のえっとですね柳澤先生はですね学部長はこういうことを言ってですね教養学部では部分的専門的な知識の基礎である一般教養を身につけてそしてその偏らない知識を植え付けてどこまでも伸びていく心理探求精神ということを述べてるんです。でここで述べていることは教育とは部分的な専門知識じゃないんだのそういうものじゃなくて 学問としての基盤をきちっとしなさいとこれが教養学部の一つの使命だということも述べているわけです。それから人を育てそしてですね南原総長が教養学部の目指すところはですね主従の学問の部門を結びつける目的や価値の共通性でありましてかような目的に対しての深い理解と判断を持った人間の情勢ということを言っているわけです。つまり人を育てるんだということも言っているわけです。ねまささにに学際的にやりなさいと で単に一つのことではなくてその専門だけじゃなくて学際的にあるその二いいここ人のです、ね、総長とそれから学部長というものがそういうふうにして教養学を大事にして先見性を持って述べたということでもあります。ところが近年ですね大学は質を大きく変化させます。で 特にいくつかのものも出してみます,す、ね、教養学部に関係あるのはです、ね、特に大学設置審の基準の改定でありまし対抗でありましていわゆるその大学からです、ね、一般教養っていうのをどう順にしていいですよといわゆる教養学部のではなくて教養部の廃修はそのほ済んだわけですこの対抗化というのはです、ね、大学の質を本質的に変えてきましたそれから大学の重点化これはですねこのままでも 先ほどあの総長やあるいはその小田学部長も述べたんですけど、三層構造あったですね。これもあります。もう一つは国立大学の法人化、2004年です。これも大学を大きく変えてきました。他にですね、まあいろんなことはありますけども、特にですね、この三つがですね、私は教育学部にとっては非常にですね、その私学問題というか方向性を決める重要な時期だったと思っています。 で学部でオーナーを受けまして学術の質の変質と私は教養学部と教養のす、ね、最高と最高と最高ですねこれが今非常に大きくなっているんです日本ではですねやはり教育とは研究力の低下が起こっています一般的意味ではこの中でどうしていくかということでもありますでそうですねこ,このすね2004年の 法人化になる前に、東京大学はですね、1年前に法人化に向かってあるあのことをいたします。それは東京大学憲章というのを作ったんです。2003年3月で、その学術の中にどういうことを書いてあるか。東京大学は学部教育といって幅広いレベルアーツを教育を基礎とし、多様な専門教育と有機的に結合する柔軟なシステムを実現し。 その台湾の改善が務めると、これが東京大学の、ね、研究書の中に書いてあるんです。そして、なおですね、リベラルアート教育についても述べてます。リベラルアートは、自由な発想のもとに、心理探求を求めて、あくなく精神を持って。行い、学際的に学び、品格のあるリーダーとして行動する組織を育てる。いうように書いてあります。これは、東京大学が全体的に求める学生像と、あるいは教育像というものを。 ここでですね、検証の中に明確に示したということでもあります。で、これがですね、アルメディは東京大学の長い間のその考え方の中に、検証という形でもって、初めて文章にしたものでもあります。そして、これはですね、昨年、えっと、教養学部が600号になりました。その時に、 石田前学部長がです、ね、いろんなの特集を組んでいます、えっと、模索し続ける教養教育の未来像ということでその古田先生とここに写真が出てますけどもこういうことが出ています。でその時に石田前学部長はですね教養学部の3層構造の中でどういうふうにして教養教育をしていくのかということを述べているわけであります。それから 教養学部にとって、大きな問題だった駒場寮にとって。古田先生はですね。そのこのことを述べてます。教養学部で、長年の懸案であった。つまりですね。これはですね。ずっと、歴代の学部長を悩ましてきたことの一つにですね。どう、一校の、まあ、はい、寮だった。駒場寮を。スムーズ、配慮できるか。 まあ今日もここにいらっしゃってる小林寛道先生の中はその真っ只中にいましてですねあとは川口先生あの橋見先生原田先生、まあ、その他にいましたね本当に教養学が一丸になって廃炉に向けましたそういう時の駒場量の問題について古田先生はこの中ですねどういうふうにすべきかということとどういうふうな経過で持ってやってきたこと,と述べてありますで単に壊すだけではなくてそのすでに三鷹にですね先 近い人が入るような新しいコマバも作ってやつ国際ミタ国際料コマえっ、ー、とミタカって一方ですねこの時にコマバリを壊した後にはここに学生のための福利厚生ついわゆるトリプルシエルですね計画を述べて学生を説得したこともありますでこれは藤田先生でその2001年から2003年の学部長の頃です。 で古田先生の学部長の後私は引き継いだわけですけども駒場寮の問題が一つ片付いた時にその後起こったのは年からのの法人化の問題ですで特に駒場はですね当時その研究環境が必ずしもその良くなくてですねいろんな意味でその問題をたくさん抱えてました。で教授会でも研究学だといろんな議論をしてました。 多分ですね、教養学部が長い歴史の中で2回あると思うんですけどそのうちの一つはですね教授会でそれは国立大学法人に対してのいろいろな意味での懸念があるんじゃないかこれはやはりちゃんとしてですね対応すべきじゃないかと私はこれもですね教養学部の先生方の,あのいわゆる学術へのものとか 教育へのですね深い関心があったこれこそ出せたものだと思っています。でそのことはまさに現在起こっているんですねいろいろな問題はそういうことをいち早くですね問題点として捉えそしてえっ、ー、と学部の教授会の意見表明として出しています。もう一つだとですねもう一つのあ,あの確定ではないんですけども出したらですねえっ、ー、と対抗化の時です。 教養学をなくすという時にいろんな意味で教養学は意見表明を出してですねこの時も国立大学の法人化の時もそういういものを出しまししたそして教養地と世界ということで大きく変化する科学と技術の中で少しそれを考えてみたいというのはこれからのことであります。 現在ですね日本も世界もですね課題が山積しています。これをどう解いていてくかです例えば日本で言えば少子化とか高齢化の社会への対応を考えなきゃならない。世界で一方世界ではです、ね、人口増加して72億人になっています。あるいは化石燃料も枯渇化しておりましてエネルギー問題が出てきます。で一方では原子力とか再生燃料をどうするかと。 あれ環境の悪化とかその起きたときにまあ地球世界規模で言えば温暖化とかプラスチック等の人工物の増加まあいろんなことがありましてその例えばこうう8番目はですね都市への集中と地域格差加熱化これは日本でも非常に起こってます。で一方世界ではですね自然からの,その帰りあるいは地域とか国の格差というものが出てきます。 この拡散問題も非常に重要であります。もう一つね、この IT ですね、どう思考パターンが今変化しています。一体情報社会の中で AI をどう持っていくのか。科学技術の発達はいいんですけど、それをどういうふうに我々は受け止めるか。そして情報過多になって、人とのコミュニケーションや耐える力がだんだん不足しています。これも日本、特に日本では大きな問題になっていると思います。 そして9番目ですね教育や大学等の再構造の必要性がありましてそして世界的に見れば競争社会とと大学間格差いいうのは多様化していますこういうような日本と世界は多くの問題を抱えた時にこれにどう対応するかということでもあります。このように日本も世界も多くの問題や課題を抱えていながら大きく変化しています。 一方、科学技術はですね、人の理解を超えて大きく発展しているわけです。今までの専門分野だけでは解決できない問題が見えてきたわけです。で、そのようなことを一つ例で,ですね、生命科学の最近の流れと人とはどういうことかについてあり方を少し考えてみたいと思います。最近の生命科学の進歩であります。 20世紀後半からですね21世紀かけてたったですね30年の間に著しく発展していますでここに書いたですね黒字は大体ですね30年間で起こったことです赤字はですねこの5年間で起こっていることです大きく変化していますこれだけですね生命科学の中でドラスチックに変化しているわけです例えば一つのことで言えば 遺伝子改変技というのがありましてこれ1989年にカペッチという人がマウスでノックアウトしたんですけどもその時にですねもう当時はですね一つの遺伝子をターレンとかえとジンクフィンガーっていうようなことでもう本当に多くの人たちがですねその遺伝子になって試行錯誤しながらようやくですね一匹のノックアウトを作ったんです。でつまり遺伝子を潰すことをできたんです。遺伝子一つ潰すすことだけででももう本当にですね 少なくとも2年はかかった大体3年ぐらいかかるんですそれ何千匹買うわけですそういうような時代が30年前にあったわけですところが今はですねゲノム編集というのはクリスパーキャスナインというのが出てきましてもう小さな場所で早くて安くてもう確実にできるという技術が出てきてしまったわけです皆さんも記憶にあると思いますけどこの技術を使って 中国では人で電子組み換えをやったと言われています。でそうなると我々人とは一体どういうことかということも考えておかなきゃならない。あるいはその脳から来たわけですけども AI と人工知能のような問題です。それから人ゲノムの解読というのは終わったんですけどもそうしたらですね今度は同じ薬でも ある人には聞いてある人には聞かないということが分かってきます。いや、するとこの後はですね。個別改良ということも起こってきます。投入してみるとですね。我々は生命科学の発達というものが、もう本当にその変わってきたわけです。そして、先ほど例えば言ったのは、そのえっと大隅先生が言った酵母ですね。いろんなものを使って基礎生物とかやってるんだけども、原理原則が見つかって人への応用というものが。 今急速に進んでいるということではあります。そして生命科学は大きく変わっていまして現代社会変,変えつつあります大量のデータとかですねゲノム情報とか脳科学ゲノム編集でゲノム編集だけ考えるとですね1997年から2003年7年かかったものが800万円800億円かかったんです現在で1人の遺伝子は一人で電車を1時間で10万円できますということはですね50倍速くなったんです50万倍。 そうすると今までの10倍とか100倍の話じゃないんですね1,000倍という話万の単位で変化しているんですでそうするとこのような科学と重心発展の変化はです、ね、こそ共用値というものが必要になってくるじゃあ共用値とは何ですかと必要性ですそれは混沌とした現代社会では従来型の専門分野ではの深掘りだけではですね解決できない共用型の基礎知識 が集積が必要でであるというここまずこれでありますもう一つは学生的な視野を持って変化に対応できる幅広い視野と柔軟な対応を力を身につけることが必要でありまして専門知識だけでははもうこれは難しくなっているとそしてグローバルな国際社会の中で課題解決の思考と判断力と情勢が時代に立つ勇気とタフな人間力ですこういうことが教養地ということを考える必要であります。 じゃあ教養士とは一体何ですかとか私は考えたときにそれは知識と知恵とですね知力の総和だろうと思います知識とは基礎的学際的な知識あるいは経験とか歴史学習もなどを含めて事実や情報ののえっと情報や技術これが知識であります知恵はですね知識やあのこういうものが国際とか社会などをですねもっとうまくうまく判断し認識する行動する能力です。 ここだけでは最近はもう駄目でありまして知力というのが必要です。それは哲学とか感性とか自然知とか人間力コミュニケーション力あるいは人というのはですねこれは人を思いやる心ですね。心とは信頼であって誠実を行うことなどの知識と知恵を生かした伸ばす力これがですねもっと必要になってきた。例えば今あの東京大学の五郎上総長を中心にですね SG と言っています。じゃあ そしてこれを当てはめてみるならば SG とはどのようなことであるかを知識として知りましてこの中では17目標があっています17の目標に向けてどのように判断認識していくかが知恵でありそれを実現するためのコミュニケーション力人を思いやることが信頼とかその他を含めて知力が必要だというこういうことがこれからの教養に非常に重要になってくるんではないかと思っています。ねとえっと 世界を知って教養地を学んで人を問わせ人を愛すということが今後ですねではないかと思っていますで最後に今回ですねいろんな資料を集めるにあたって教養学部の事務室や駒の博物館あるいは技術院の滝沢さんあるいは教養学部の委員会あるいはあの新井宗仁先生にもいろいろとお世話になりましたので。 この場は熱くお礼をしてて私の話は終わりたいと思いますどうもありがとうございました